シーメンス製電気蓄熱暖房器電気。蓄熱暖房器は蓄熱を利用した電気ストーブ。略称は蓄断。蓄熱体蓄熱体の断面黒色の線が発熱体の電熱線である。電気蓄熱暖房器は内部の蓄熱体を加熱、放熱することで暖房に利用するものである。蓄熱体としてはレンガが用いられ、これを加熱することで熱を蓄えておき。 その熱を必要により取り出して室内空間を温めるのに使う。蓄熱暖房の起源はヨーロッパの家庭にある暖炉であると言われている。暖炉の火によって温められたレンガからは穏やかに熱が放出され部屋を暖かく保つのである。電気蓄熱暖房機の場合、レンガの加熱には電気を用いる。レンガの隙間に発熱体を挿入し、これに電流を流して発熱させる。 火を使わないので室内の空気を汚さず、安全性が高い。蓄熱帯に用いるレンガの材質は、酸化マグネシウムを主成分とするものと、酸化鉄を主成分とするものとの2種類がある。前者は、熱しやすく冷めやすいという性質を持ち、加工のしやすさにも優れる。後者は、熱しにくく冷めにくいという性質を持ち、熱の取り出し効率を高めるためにはレンガに穴を。 開けるといった工夫が必要とされる。蓄熱帯からの放熱はファンを用いた強制放熱、もしくはファンを用いない自然放熱の2種類がある。前者はファンの運転を制御することで、後者は放熱口のダン波を動かして開口面積を変えることで、それぞれ放熱量を調節する。蓄熱帯の加熱には安価なシニア電力を利用するので、経済的である。ただし、 内部に重い蓄熱帯を有することから、設置時に床面補強や地震時の点灯防止として壁面補強が必要となる場合がある。また、製品によっては 200V の屋内配線工事を伴う場合もある。なお、現在ではより効率の良いヒートポンプを利用した暖房が実用化されており、条件次第では年間消費電力量を半減させることも可能と試算されている。 ありがとうございます。